こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。ウクライナ軍の F-16 戦闘機がロシア軍のスホーイ34戦闘爆撃機を撃墜し、パイロットが死亡したとロシア軍に関係するテレグラムチャンネルが報じていると、ウクライナのディアログが報じました。現時点では未確認情報ながら、ロシア軍に関係があるとされているロシア側のテレグラムチャンネルは、死亡したロシア軍パイロットへの追悼メッセージを載せています。今日はこのことについてお話します。こちらはロシア軍のイリア・トマノフ大尉が運営しているとされるテレグラムチャンネルファイターボマーの記事です。戦闘爆撃機スホーイ34の白黒写真に、メッセージはロシア語でただ一言だけ、ジムリアニエボブラチャと書かれています。地球は天国だ兄弟よ、という意味です。地球は天国だ兄弟よ、というこの文句は、ロシア軍機が墜落した時に書かれるこのチャンネルの定型の追悼文なのだといいます。白黒の写真は戦闘爆撃機スホーイ34が墜落したことを表しています。ここではスホーイ34がどのように墜落したかについては触れてはいません。そしてこちらはやはりロシア軍と関係があるとされる別のロシアの Z チャンネル、誠実と正義のための空挺部隊のメッセージです。ここには次のように書いてあります。緊急、我らのスホーイ34が撃墜された。乗組員は死亡した。この戦闘爆撃機は前線の 50km 手前から滑空爆弾を投下中に撃墜された。我らのスホーイ34は敵ウクライナ軍の支配地域上空にいた F-16 戦闘機によって撃墜されたようだ。このような損失は NATO が送り込んだ F-16 のために今後さらに増えるだろう。空から落とす滑空爆弾が減れば、その結果我がロシア軍の歩兵の損失が増えることになる。ロシアの Z チャンネル、誠実と正義のための空挺部隊はこのように書いていると、ウクライナのディアログは2024年10月12日に報じました。ゼレンスキー大統領は、今から2ヶ月ほど前の2024年8月4日のウクライナ空軍記念日に、 F-16 戦闘機が西側からウクライナにすでに到着していることを公式に認めていました。本チャンネルで以前お伝えしましたが、ウクライナ人パイロットが F-16 戦闘機の受領とともに新たに受け取ることに決まったある装備品についての情報が明らかになると、ロシアの軍事テレグラムチャンネルがパニックに陥ったことを隠せなかったと、ウクライナのメディアコロトコプロは報じていました。なぜならば、その装備はロシア軍は似たものさえも一切持っていないからだといいます。その装備品とは、パイロットがかぶるヘルメットの中に全ての情報が統合されて、一目瞭然にパイロットが見ることができ、パイロットに攻撃のタイミングさえ与えてくれるという J ヘミクスと言われる統合ヘルメット情報システムです。この映像は製造メーカーの商品説明映像です。この統合ヘルメット情報システムがパイロットに与えてくれる情報とスペックは以下の通りです。1、フライトデータ。2、合成視覚システム。3、敵機の存在などの脅威の警告。4、味方の機体の表示とデータリンク。5、明暗調節可変透過バイザー。6、兵器の状況。7、ターゲット、標的の表示。8、ミサイルのパイロット視野従属。9、パイロット視野連動標的取得。10、レーザー指示ポッドのビデオ表示。11、戦闘効果判定。以上がこの統合ヘルメット情報システムがパイロットに与えてくれる情報です。 J ヘミクスはアメリカ軍の空軍、海軍、海兵隊、日本の自衛隊や NATO 軍など
西側諸国の軍隊には普及していますが、コロトコプロによれば、ロシアには西側のシステムを真似て開発中のプロトタイプはあるものの、現在のところ一つもロシア軍では実用化されていないということです。このシステムを使えば、パイロットが視線を向けただけで、機体の向きと関係なく、どのような角度であっても、ミサイルのロックオンができるという、ロシア軍パイロットができないゲートができるようになるため、ウクライナ空軍とロシア空軍との間には大きな差が開くと言われています。今回の F-16 戦闘機によるスホーイ34戦闘爆撃機の撃墜は、まだ未確認情報ながら、もしこれが事実だとするならば、西側の技術水準とロシアの技術水準との格差が、ウクライナ上空で現れたものと見ることができるかもしれません。なお、この未確認情報に関して、現時点ではウクライナ軍は何らコメントをまだ発表してはいません。もしウクライナ軍の F-16 がロシア軍のスホーイ34を撃墜したことが確認されれば、西側がウクライナに提供した航空機によるロシア軍の有人戦闘機撃墜の初の事例となると RBK ウクライナは報じています。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。Thank you.